西武崎義興ヨシテレビは一部 TBS 系列局とガオラで放送された吉本興業毎日放送共同制作のクイズ番組トーク番組制作局の毎日放送では1986年4月12日から1996年6月29日まで毎週土曜13時14時に放送1988年10月までは サエグサヤスシ興奮テレビというタイトルだった。番組前半では、若手のお笑いコンビによる漫才や、ゲストとのフリートークコーナーを放送していた。後半では、ゲストの中からいずれか一人のエピソードをクイズにした、エピソードクイズを実施していた。エピソードクイズでは、司会のカツラ氏がゲストとのトークを行い、話の核心に差し掛かるところでゴングを鳴らして、クイズを出題していた。 回答者は3子やゲストに質問をしながら正解を導こうとしていた。正解の時には3子がゴングを3から4回連続で鳴らした後にチャイムファンファーレポイ音楽からなる正解音が流れていたが制限時間内及び二巡しても正解が出なかった場合には3子がゴングを鳴らして不正解と宣言し正解を発表していた。これを2問行い CM を挟んで ゲストを入れ替えてクイズといった形式で進行していた。ゲストは毎週3組ほどが出演し、1組2問出題の合計6問を出題していた。また、回答者は全員で1チームであり、正解を競うものではなかった。そのため、正解しても特に賞品などは出ず、最後の問題の終了後に、今日の成績は勝ち抜杯でしたと発表するのみだった。ごく稀に、 全問パーフェクト、あるいは逆に全問不正解となる場合もあった。番組の最後には、その週のゲストが全員登場し、早口言葉を言うコーナーがあった。三種の弟子の桂つ三歩が見本を披露し、ゲストが早口言葉に成功した場合は、当時流行していた UFO キャッチャーの中に入っていた、たくさんのぬいぐるみがプレゼントされた。番組の収録は、ナンバーグランドカ月内にある、 テレビスタジオ、NGK スタジオで行われていた。開始当初は、サエグサヤ興奮テレビと題して、三ンと横山やすしの二人が司会を担当していたが、やすしはその後二日酔いで出演を無断欠席したために1988年10月をもって降板。その後しばらくは三ンが単独で番組を進めるようになり、番組自体もしばらくは、 三氏の興奮テレビと題して放送されていたが、安氏が不祥事により、吉本工業との専属契約を解除された1989年からは、代わって相方の西川清が出演するようになった。その結果、以後は最終回まで、西草清興奮テレビと題して放送された。ただし、清が番組に参加するようになってからも、たびたび、 三氏の興奮テレビと題して放送されることがあった。これは、当時国会議員で多忙だった清氏が、国会への出席や公務で、しばしば番組を欠席することがあったためで、清氏の欠席時に、この単独タイトルを使用していた。ごく稀に、坂田敏夫が清氏の代理で来ることがあったが、その際には、西草俊夫興奮テレビというタイトルを使っていた。同時関枠である。 三子、清のコンビで、司会の番組は、土器。さえぐさ清、漫回。発する家族と続き、2001年4月から、吉本製作の、聖夜年。開始に伴い放送を終了した。同時間帯は現在、吉本新喜劇になっている。ありがとうございます。